子供が今を充実して幸せに過ごし、自分で望ましい未来を切り開くため、その基礎的な力を養うことを目標として行う保育。今回の生き生き情報福井では、日々子供たちの健やかな育ちを支える保育士の一日に密着し、保育の仕事についてご紹介したいと思います。福井市では、子供すくすく、大人生き生き、みんなで育ち合う町へを基本理念として、安心して子供を産み育てられる環境づくりに取り組んでいます。その大きな役割を担うのが幼児教育です。平成30年4月1日現在、福井市の保育園数は32箇所、認定こども園は58箇所、幼稚園は23箇所となっています。全国では待機児童が深刻な問題となり、2万6000人以上いると言われていますが、ここ福井市では4月1日時点での待機児童はゼロ。共働き率が高い福井では、子育てしやすい環境が整っています。しかしながら、一方で保育士資格を持ちながら、保育に関係した職場に就職していない人、いわゆる潜在保育士の増加などにより、全国的に問題となっている保育現場の人材不足は、福井市も例外ではありません。保育士は子どもたちの笑顔に寄り添えるやりがいのある仕事です。保育園で日々奮闘している保育士3年目の八木さんに密着し、その魅力を紹介します。西宇治島保育園5歳児担任の八木小雪です。今日は保育園の一日を紹介します。行ってきます。登園してくる子どもたちの受け入れを行います。子どもたちの出欠や健康状態を確認する大事な仕事です。西富士島保育園には現在0歳から5歳児までの94人が通っています。はい、お金を持ってきたの。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。子どもたち一人一人の顔を見ながら優しく受け入れる八木先生。保育士になったきっかけは何だったのでしょうか。中学生の時に進路で悩むことがありました。でその時に将来何の仕事をしたいかって考えていたんですけど、祖母が保育士をしていて、で保育士の仕事について話を聞いて、それから保育士になりたいなって思うようになりました。子どもたちの命を保護者から預かっているっていう意識を持って、怪我なく安全に過ごせるように気をつけてます。体調の管理もしていて、もしも体調の変化があったら保護者に細かいことでも伝えて情報を共有しているようにしています。受け入れが終わった子どもたちは、クラスに分かれて遊びます。本を読んだり、トランプをしたり、自由に遊びます。全部載ってるんや。あ、これなら知ってるよ、先生。知ってるか。あ、違うわ。1問あったよ、さっき。先生も開けるよ。子供の手本となるように身なりや言葉遣いに気をつけています。また子どもたちの言葉をよく聞いて気持ちを受け止めることで、信頼関係を築けるようにしています。ライオンさん後ろ行ってください。キリさん前おいで。前、はい、ここさんね、壁。ここからは他のクラスの子どもたちと一緒に体を動かします。散歩をしたり園庭で遊ぶこともありますが、この日は雨のためホールでの活動です。保育士は安全面に気を配ったり、踊りや歌を一人一人が楽しめるように
言葉をかけたり、一緒に歌ったり踊ったりしています。あ、流星君のエビ上手、早いって1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3、次はクラスごとの活動です。はじめに誕生会の役割決めを行いました。子どもたちの自主性を大切にしているので、役割は先生が決めるのではなく、子ども同士で話し合って決めていきます。エスカワと冠作りしてほしいですか？ラオキ、ミオナちゃん、ミオナちゃんがいいですか？じゃあミオナちゃんお願いしますって。お願いします。はい、じゃあミオナちゃん作ってもらおうな。はい、お願いします。この日は折り紙も行いました。丁寧に教えながら全員で折り紙を楽しみます。アイロンしてないとこんな風丸くなっちゃいます。今担当しているのが5歳児なので、子どもたちが自分でしたいっていう思いが持てるように、私は子どもの言葉をよく聞くようにしてます。やっぱりなんか保育士がじゃあ今からこうするよってでだけだと、なんか子どもたちはあんまり乗り気じゃない時もあるんです。でも何がしたいとかどういうふうにしたいっていう子どもたちにそういうふうに聞くと、子どもたちからじゃあこれがしたい、こうやってしたいっていう言葉がとてもたくさん出てきて、でその子どもたちの意欲にもつながるんかなって思います。から置いて下置いてるね。はい、はい、いいよ。ここに書いてある入らんかったの。リレーでは走る順番や勝つための方法などを子どもたちで話し合っていました。インカ言うたと、白チームの勝ち。それではここで西藤島保育園の小林園長に八木先生について聞いてみましょう。若いけれど落ち着いてるなっていうのが第一印象でした。でも落ち着いて見えるその奥には保育園の熱い思いとか誠実さとか責任感の強さなどを持ち合わせていて、とても信頼できる保育士です。あるお子さんがこういつもと場面が変わって不安になって大泣きしてなかなか泣き止まないという場面があったんですね。その時に八木保育士が前年度の担任だったんですけれども、関わるとピタッと泣き止んで次の活動に移れるということがありました。それを見て、あ、普段から子ども一人一人をよく見て落ち着いてその子に合わせた関わりをしてくれているんだな、それが子どもの安心感につながっているんだなと感心させられました。そういう誠実な姿勢が保護者の方また他の職員からの信頼にもつながっています。これからも今まで通り子ども一人一人にしっかり向き合った保育をしていってもらいたいと思いますし、期待もしています。午前11時30分、給食の時間です。保育士も子どもたちと一緒に昼食をとります。もらったの？欲しかったの？
給食が終わると昼寝の時間です。子どもたちが寝ている間に連絡帳のチェックを行い、子どもたちの活動の様子を一人一人丁寧に記入します。またこの時間には保育士が集まり、次の日の日程確認や話し合いも行います。子どもたちと関わることとかトラブルの対応がすごく難しくって、とても悩みました。子どもたちの話をよく聞いて一人一人を理解するっていうことで、自分でどうしたらいいかなって考えました。それでもうまくいかないときは、先輩の保育士にちょっと相談してアドバイスをいただいたりしました。もう自分だけだと悩んでしまって、もうどうしたらいいんだろうって詰まっちゃったときとかは、やっぱり先輩とかベテランの先生もたくさんいらっしゃるので、もうちょこちょこ相談してどうしたらいいですかっては聞くようにはしてます。皆さん優しいので細かく丁寧に教えてくださって、それで私もこうやってしたらいいんだなっていうのが分かったりします。午後3時、昼寝が終わるとおやつの時間です。この後子どもたちは帰りの準備をしてお迎えを待ちます。最初はあまり心を開いてくれなかった子ってもちろんいるんですけど、その子が一緒に関わって遊んでいくうちにだんだん打ち解けてきて、八木先生って一緒に遊ぼうって言ってくれるようになるととても嬉しいし、子どもの成長を一番間近で見ることができて、で昨日できなかったことができるようになった時はすごく嬉しくって、保育士になってよかったなって思います。お迎えでは保護者と直接話をして、今日楽しく取り組んだことや気になったことなど一日の様子を伝えます。お腹は空いたみたいでご飯は食べました。はい、さようなら、また明日、グッドバイバイ、バッチン。はい、さようなら、ありがとうございます。明日、グッドバイバイ、バッチン。はい、とっても優しい先生で、この子すごくわがままで良くないしたんですけど、すごくしっかり指導してくださって、年長さんになってもすごい頑張っていいお兄ちゃんになってくれてます。はい、園長とかの保育も心よく引き受けてくださったりとかするのでありがたいですし、体調とかもちょっと変化があるのでよく見てくださっているので安心して預けさせてもらってます。子どもたちを見送った後、この日は運動会の準備を行いました。競技に使うものや保護者への配布物もこの時間を使って作ります。これで八木先生の一日は終わりです。保育士の仕事内容や魅力、感じていただけましたか？最後に保育士にとって大切なことは何かを小林園長に聞きました。子どもが大好き、可愛いという気持ちを持っていることはもちろんだと思うんですけれども、実際に保育をし始めると子どもたちが先生大好きって言ってくれる時もありますけれども、その気持ちがあっても反対に嫌とかあっち行ってとかいろいろな姿が見えてきます。でもどんな姿であっても肯定的に受け止めて育てていくという姿勢で取り組んでいただけたらなと思います。仕事をしだした時にはやっぱり辛いことがあるのも確かです。その時にそのなぜ保育士を目指したのかなっていうところを考えてもらうと、また頑張ろうかなっていう気持ちが湧いてくると思いますので、もう一度そこのところをしっかりと自分の中で見つめてもらえるといいと思います。まあ、未来ある一人一人の子どもの人生に関わっていくという責任感と熱い思いを持って保育士になってもらえたらと思います。待っています。福井市内の保育園、認定こども園では、新卒の方だけでなく保育士資格や幼稚園教諭免許をお持ちの方で
現在働いていない潜在保育士の皆さんも募集しています。詳しくは子育て支援室まで気軽にお問い合わせください。子どもと関わる上で大事だなって思うのはやっぱり保育士が一番楽しんで子どもたちと一緒に遊ぶことかなって思います。保育士が元気でいると子どもたちも元気で楽しく遊んでくれるのでその笑顔も大切だなって思います。保育士はやりがいのある仕事です。私たちと一緒に働きましょう。待ってます。保育の仕事は子どもの成長の中で重要な時期に関わる大切なものです。大変な仕事ですがその分やりがいもあります。子どもたちの笑顔に囲まれ子どもたちが健やかに成長していく姿を見ることができる保育士、あなたも目指してみませんか？